ことでこうやってアメリカでもやってこれてるのかなっていう部分はあると思います。でもあの WBC とかもね、はい、見たと思うんだけども若手の優秀なピッチャー陣って特に多いじゃない、はい、もうどんどん来いよみたいな感じ。まあ、それは人それぞれ考えがあるんで、うん、あのいいピッチャーでも別にアメリカに憧れてない選手ももちろんいると思いますし、行きたくないっていう僕は日本で頑張りますみたいな選手もいると思うので、まあもちろんね、それはもう人それぞれ考えがあると思うんですけど、うん、行きたいと思ってる選手がいるんであれば調整した方がいいのかなと。でも環境をこれ一回味わうと抜けられないよね、はい、そうですね、まあ環境は整ってますね。環境はいいよ、はい、なんか自分が成長できる環境というか向上心を持たせてくれる環境っていうのは整ってると思うので、整ってるよね。もっと頑張んなきゃいけないなと、もっと上を見れるというか、うん、それと、はい、メジャーの選手に聞くと、はい、その人はその人の考えがあってって必ず尊重してくれるよね、はい、だけどこういう考えを持ってもいいんじゃないかっていう言い方をしてくれる、はいうんはい、だからものすごく言い方も変わったでしょ多分。どうもう、まあ、負けず嫌いだってそのことも認めない、いや俺は負けんなみたいな、いやそんな感じじゃないですけどいやなかっただろうけど、まあ、でもやっぱ根性論はありました日本の時。そうだよね、若い選手とか僕もそうですけどちょっと熱があるじゃあ休みます、いやそんなんで休むのみたいな。アメリカだと普通というかやっぱ体調悪い時はちゃんと言わないといけないし、うん、ちょっと痛みがあるはちゃんと伝えなきゃいけないんですけど、日本だとちょっと肩が痛いとか若手の時に言うとそれぐらい我慢しろよみたいななるじゃないですか。何言ってんだよ、はい、ね、はい、あったよね。なんでそういう考えは少しずつやっぱちゃんと伝えなきゃいけないし、はい、なんかすごく思うんだけど人に優しくなれるというかさ、だから人をこう認めるというか、はい、だからそういう考え方が出来上がってくるのかなっていう、まあどう、まあ、ちょっと心は広くなったそうだよね多分ね。だから奥さんに対してもすごく優しいでしょ多分。いやどうなんですかね、それはなんかこうやって偉そうに優しいとか言ってたら後から怒られるかもしれないんでいや俺はねまだ日本に住んでるせいか、はい、心が狭い分いやそんなことないですよ、ぶつかるんだよね。それはなんか奥さんがすごいうなずいてますけどちょっとこの先でめちゃめちゃうなずいてますけど僕はちょっと何とも言えないですけどはい、とかさん優しそうなのにな。いやいやでも足りないみたいな。足りないです、ね、いやだけどそのじゃあアメリカに1年ぐらい移住して、そうだな本当に、はい、いやあのこの前でもそのダルビッシュと対談した時に、はい、ものすごい優しいもん、はい、なんかダルビッシュさんは僕が言うのもあれですけど、うん、めちゃくちゃなんか優しくなったような気が、いや優しくなった違いますよね、うん、あの優しくなったけど、はい、それに気がついていって、はい、そうなってるから、うん、なんかこう人としての幅がものすごく広がったっていう感じがするんだけど、だからマイケンも多分そうだと思うよ。いや僕はまだそれはすごく感じるし、いけてないかもしれないですけど、なんかそうですね、いろいろ成長できてる部分はあると思うんですけど、だから野球で成長してるっていうのはこういうことを言うんだろうなと思うけど、はい、日本の選手でそうなっていくかっていうとちょっとまたちょっと違うような感じがするんだよね。例えば年俸が上がったりだとか、はいはい、位が上がったりだとか、はい、選手としてのね、はい、そしたらだん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 こう胸張るんだけどこっちの人たちはだん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 こう巧妙されるというかさ、なんかそう難しいですけど、なんかアメリカ来て自分って何者でもないんだなって気づきましたよ。あ、日本だとやっぱみんなこう言ってくれるじゃないですか、うん、マイケンマイケンとか街でも声かけてくれますし、アメリカ来てこの街歩いてても何者でもないじゃないですか、はい、大したことないんだと思っていましたよ最初は本当に。そう、ただのやっぱりこのなんだろうな、日本でこうやってすごい声かけてもらったりとか応援してもらってますけど、一歩アメリカに出たりとか一歩違う国に行くと誰も声かけてくれないし、まあ、最初はすごい声援も、まあ、もちろん応援はしてくれますけど、あの日本みたいに登板するだけで大歓声が起こるとかっていうピッチャーではもちろんなかったんで、他に素晴らしいピッチャーもたくさんいましたし、うわ頑張んなきゃなって思いました、はい、なんかやっぱり一つのモチベーションになるんですね。そうですね、こっちでもやっぱ認めてもらえるような選手になりたいっていうモチベーション一つありましたし、アメリカってすごい成績とかでやっぱり認める認めないって結構本当成績であるんで、はい、いいピッチングをすれば認めてくれますし、悪ければ部員がね同じあの味方のファンでも起きますし、うん、そういう意味ではなんとか認めてもらえるようにっていう思いでこう毎年やってきました。でも日本のファンよりは厳しいでしょ、こっちのファンの方がね。ああでも広島のファンはすごいけど、カープファンは結構厳しいじゃないですか。確かに確かにカープファンは結構厳しかったんで、まあ慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、うん、僕はあんまりそのなんかヤジとかされるタイプではなかったんですけど、いや、まあ、それはそうだよ、成績はそうだよ、まあ、ここヤジってたらみんなボロカス言わなきゃいけないからさまあでも
そうですね、アメリカのファンの人はやっぱりそのなんだろうな、しっかりと厳しい目で見てるなっていう感じはありますね。いやでもたかが野球ができるだけで、はい、人としてはまだまだ成長しなきゃいけないとか、はい、ダルビッシュさんも言ってたけども、うん、やっぱそういうことにみんなメジャーに来て気がついていって、はい、また人として大きくなっていくんだね。じゃあそうですね、まあ、そういうところはあると思いますね。なんか日本だと自分でできてたものがこっちに来たらなんかできないというか、うん、言葉もそうですし、うん、生活もそうですし、いろんな人に助けてもらわないと、うん、やっていけないっていうことに気づいたので、うん、はい、やっぱ助けてもらわないといけないなっていうところと、まあ、自分一人じゃ何もできないんだなっていうことに気づいたというか。でもメジャーで経験するっていうのは人生においてすごく大切なことを教えてくれるっていう感じがするね。そうですね、なので挑戦してよかったなと思いますし、うん、はい、最初はアメリカ行くのどうかなっていうか、どうだった、ちょっと寂しいなとか。寂しかったですよ、日本から。やっぱそうだよね、1年目はめちゃくちゃ寂しかったです。はい、だってもういつもロッカーで喋ってた後輩とか先輩とか、いつもご飯来たのにとかあったんですけど、でも日本人のメディアが来て、はい、日本語が喋るっていうだけで、はい、なんかすごく親近感を覚えたりするでしょ。そうですね、やっぱり、はい、日本語喋れたりとか日本食食べられたりとか、まあ、そういうことでちょっと落ち着いたりはしますけど、うん、ふと家戻ってテレビつけたらアメリカのテレビじゃないですか、うん、寂しいなと思ったりとか、なんか日本のテレビ見たいなとか、うん、最初の頃はありましたけど、今はなんかあんまりないんですけど、うん、最初はすごく寂しかったです。まあそうだろうね、はい、なんかカープの選手に電話したりとか、あ、やっぱ、はい、テレビ電話したりとかしましたし、 ありましたね、はいはい、プロ野球ニュースを、はい、いつも見てくれてるということで、はい、もちろんそれだけ日本の野球も気になってるということだよね。はい、はい、日本の野球も気になります、うん、はい、知ってる選手とか仲良かった選手がどうだったかなとか、うん、活躍してるかなとか、うん、はい、まあ、例えばこういう選手が来たら、はい、メジャーで絶対成功するのになっていうのは。いやでも今だもう佐々木朗希投手とか、まあ、例えばさ、はい、佐々木朗希、はい、まあ、確かに素晴らしいポテンシャル持ってるし、はい、あれなんだけど1シーズンまだ戦ったことがないというね、はい、まあ、故障がちだっていうこともある、うん、このまま行ってメジャーで通用します、はい、なんかそれもやってくれると思うんですよ。君の体の弱点はこうだからこういうとこを鍛えていこうとか、こういうケアをしていこうとかってこっち多分やってくれると思うんですよね。アメリカのそのルーキーの子もやっぱいきなりメジャー上がってじゃあ180イニングとか投げないんで、徐々に100イニングからスタートねみたいな感じでスタートしてますし、で球数は何球って、はい、全部管理してくれるので、はい、来てそういう管理を受ければその1年目はもしかしたらね、いきなり180イニングとか投げられないかもしれないですけど、徐々にステップアップしていって必ず投げられるようになると思いますし、トレーナーとかトレーニングスとか、まあ、体を鍛えるコーチとかももちろん全部見てくれますし、じゃあここを鍛えようとか、ここは弱点だからこういう風にしていこうとかって絶対言ってくれるのでやっていけると思うんですよね。でその中でトレーニングを入れながらっていうことだよね、はいはい、ちゃんと全部管理って言って言い方したらあれですけど、管理の中でこうやっていけば絶対強くなっていくと思うんですけど、ね、まあプログラムがあるということ、ね、はい、そうですね、ちゃんとね、はい、他に誰がいます？でもオリックスの山下俊平投手とか、なんかスケール大きいんで面白いな。やっぱそう思う、はい、素晴らしいピッチャーだと思いますね、はい、中日の高橋宏斗とか、はい、あ、もういいですね、はい、基本的になんか僕はもうストレート速かったらなんとかなるかなと思ってるんですよ。変化球とか多分後から覚えれるんで。それは覚えてからじゃない。いや、なんか僕の感覚ですけど、うん、最初にフォーシームというかストレートの球速持ってるピッチャーってなんとかなるかなと思ってるんですよ。後からスピード上げる方がすごい難しいんで、ストレートの基本的なスピードを持っていればこっちに来てからでも変化球は覚えられますし、うん、まあ、ボールが変わるんでもちろん曲がりが変わったりとかしますけど、その中でいろいろアプローチしながら変化球を覚えていけばなんとかなるかなっていうと思ってるんですけど、僕はね、うん、僕はスピードを持ってないんでそう思うんですけど。いやでも、まあ、そうやってご本人が言うと、はい、やっぱり日本でね、はい、やっぱこうチャンスを伺ってる人たちにものすごい勇気を与えると思うんだよね、はい、僕が言ってもどうか分かんないですけど。いやいや、はい、でもその遅くても、はい、遅くてもそうですね、変化球が何種類ぐらいいる、はい、僕はでも2つあればいいと思います。あ、そう、はい、でもその代わりめちゃくちゃいいとかいいとされる変化球が2つあれば、まあ、一流のボールが2つあればいい、はい、ね、三振取れるボールが2つあればできる、はい、僕はなんか1つだとやっぱ狙われるじゃないですか、うん、2つあれば、まあ、ストレートも入れるので、うん、基本3つ狙うってバッター難しいじゃないですか、3つあれば選択肢が、まあそうだね、はい、全部 30% ずつぐらいになるんで、うん、
見分けがつかないっていうのと打ち取れるかなって思ってるので、うん、3つ、まあ、ストレート変化球 E の2つ、まあ、あとはなんか別に大したことなくても適当にカーブとかたまにストライク取れるの投げれれば抑えられるかなと思うので、うん、2つあれば安心できると思うんですけど、うん、でも工程もつけなきゃいけないんじゃない。そうですね、やっぱりこの僕もデータ一応いろいろ見るんですけど、バッターがやっぱりインコース高めは苦手だけど低めは得意とかってあるんですけど、うん、なのでインコースも僕はだからね、そういう時は狙う時はインコース高めを狙うんです、うん、インコースじゃなくて。今日ねブルペン見たら高めはちょっと練習してた、はい、そうですね、僕はもうフォーシームは高めに投げた方がいいので。だからなんかさ、だから低めに投げろ、はい、低めに投げろっていう人がいるじゃない、はいはい、間違いではないんだろうけど、間違いではないんですけど、その持ってるピッチャーの特性を生かすんだったら、はい、愛に言えないことだよね。そうですね、ピッチャーの特性とバッター その苦手なところっていうところと、まあいろいろ合わせながら、うん、あと僕はやっぱ変化球がメインなので、うん、スライダーとチェンジアップって低めに投げるじゃないですか、うん、そこで別に低めのストレート投げるよりも、うん、そこと違う高めのストレートで空振りを取るっていうのが、あの僕の特徴というか持ち味が出せるピッチングになると思う。だからもうちょっとしたピッチングでももうイメージしながら、はい、やっぱコントロールを気にしながら投げてるよね、はい、そうですね、ただ肩作ってるだけじゃなくて、まあ、コントロールとか気にしながら、また感覚を思い出しながらっていうところもありますし、うん、はい、日本のピッチャーってさ、フィールディング、はい、クイック、はい、まあ、ほとんどの細かい部分ってできてるじゃない、はい、だからあとは一級品のボール2つぐらいができればメジャーにおいでと、はいはい、そうですね、まあ、あとは本当に来て分かったんですけど、そのどの人が成功するかって本当に分かんないなと思ったんですよ。もちろんいいピッチャーが来ればいい成績残せる可能性はすごく高くなると思うんですけど、ボールが合わないとかマウンド合わない、やっぱ環境が合わないとかでダメになった人っていっぱいいるじゃないですか。みんな挑戦してる人ってみんないいピッチャーだと思うんですよ、うん、アメリカに来てる人、いいピッチャーだよね。でも全員が全員いい成績を残せなかった、うん、わけじゃないですか。そういうのってなんかやっぱ僕も来て思ったんですけど、日本にいるいいピッチャーみんな来る前は成功すると思ってるんですけど、うん、来てみてやっぱり合わないっていっぱいいるんですよ、うん、やっぱりアメリカの野球は合わないみたいな。それは何なの、やっぱボールとか、それはの、まあ、いろんな要因があると思うんだけど、本当、ね、ボールが合わないっていう人もいたし、うん、アメリカっていう生活が合わないっていう人もいたし、まあ、そのチームの監督コーチとかの環境というか、このチームが合わないみたいな人もいたし、はい、まあ、名前はちょっと言えないですけど、まあ、その僕がずっと一緒にやってたコーチとか監督に行くと、自分の意見言わないとか、あいつなんか全然喋んないか、なんかよくわかんないみたいなをやっぱ言われてる選手ももちろんいたし、やっぱりこっちは主張した方がいい、なんか主張した方がいいし、やっぱ受け入れてもらわないといけないんで、あ、まあ、英語喋れないですけど適当になんか言っとけば受け入れてもらえるんで、本当わかんなくてもなんか、ね、ちょ最近はさ、はい、ヘイシカゴとか、はい、ね、そうですね、松井とか何か何カ国語でアピールするとか、はいはい、ああいう感じだといいっていうことね、はい、もう受け入れてもらえると思うんで、ね、お前面白いなみたいになると思うんで、そういうのはすごく大事だと思いますね、はい、でもあの阪神の抑えやってたスアレスがいたんだけど、はいはい、話聞くとやっぱマウンドの硬さもものすごく、はいはい、